もう離れない。だからやるのよ。私はいつもの店で待っている。終わったら車で来て、私は隣に乗る。そして二人はずっと一緒。男が乗ったエレベーターが全ての運命を変えた。いいから乗れよ。そして新たに起きた殺人事件。何勘違いしてんのよ。二つの事件が交差した時、禁断の愛が狂い始める。僕は負け犬だ。何一つ手に入れることはできない。だから二人で生まれ変わるの。誰かを愛してしまう。すると人はその証を必ず何かの形で残す。あの人を殺して私を奪いなさい。死刑台のエレベーター。